皆さんこんにちは、女子プロゴルファーの有村千恵です。今日はアプローチでの球の上げ方についてご紹介したいと思います。はい、アプローチで球が上がらない時っていうのは基本的には逆に皆さん球を上げたい時、上げようとしに行きすぎて上がってないことの方が多いのかなと私はアマチュアの方を見てて思うことが多いんですが、球を上げようとするとどうしてもこう上から叩こうとして逆にフェースを閉じた状態でこう叩いてしまって上がってないことの方が多いです。意外とこう上から叩くとロフトが立ってしまうのでそれでこう上がってないことの方が多い印象があります。本当に一番簡単なのはパターっぽく打つというのが一番簡単です。ウェッジはある程度ここに普通にアドレスするだけで58度私は使ってるんですが、これだけのロフトが立ってるのでこの状態で当たってくれたら確実に球は上がる仕組みになってます。なのでこの角度をこうやってこう V 字につけずにこうパターっぽく平行地面と平行に動かしてあげたらロフトが変わらずに球に当たってくれるので確実に当たりますし、あと V 字に当たらない分ざっくりみたいなミスがなくなると思います。ポイントとしては私はいつもこれを思いっきり切り替えるためにパターのように左手の人差し指を伸ばすんですが、それの一番いい理由としてはヒールダウンせずにちょっとこうヒールを上げて遠側で構えられるっていうのがまず一つです。ヒール側が当たるとまたそれもちゃっくりになったりとかしやすいのでヒールダウンしづらい状況をわざと作ってこうやって構えます。そして純粋にパターっぽく、まあいつもパターだとこれぐらいしか振り幅いかないと思うんですけど結構振り幅はいっちゃって大丈夫です。これぐらいの感じでと綺麗に拾い上げてくれます。これがすごくいろんなところで活用できて特にグリーン周りの芝生が薄いところちょっと砂っぽくなっているところだったりエッジカラーとかの薄い部分からだと結構皆さん苦手なところ多いと思うんですがそういうところから綺麗にクリーンにボールを上げてくれるのですごくおすすめです。ただ注意点としてはさっき言ったみたいにほとんど飛ばないのでバックスイングを、まあ、これぐらいのパターンの感じでいくとだいたい2ヤードぐらいしか飛びません。なんで10ヤードぐらいのアプローチの時はやっぱり結構大きな幅で腰から腰ぐらいの感じで意外といつもよりもちょっと飛ばないと思って大きな幅で打つことが必要になってくると思います。結構そんなので大丈夫なのって意外とこうやって叩かなくて大丈夫なのって思う方いらっしゃると思うんですが意外とこれが一番簡単に球が上げやすくあとミスのリスクが少ない打ち方なのでぜひトライしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。